シクロヘキサンヘキソン、または、ヘキサケトシクロヘキサン、トリキノイルは、c 6 o 6の化学式を持ち、シクロヘキサンの60ケトンである、有機化合物である、オキソカーボンであり、一酸化炭素の6両体と見ることもできる。2006年5月時点で、この化合物はまだ大量合成されていない。シクロヘキサンヘキソンは、ロジゾン3四 c 6 o 6 2体に対応する。 中性物質として見ることもできる。一家の影 4C656 体は、炭化モリブデンの形成過程での一酸化炭素のオリゴマーとして、R. ワーウィスと C. ジェラルドにより質量分析法で検出されている。X 線結晶構造解析によると、シクロヘキサンヘキソン8水和物の名前で取引される試薬は、実際は摂取95度で分解する個体の ドデカヒドルキシシクロヘキサンに水和物である。1966年、ネイティック・ケミカル・インダストリーズの HEO オームは C10O8 と C14O10 の化学式を持つ化合物の特許を取った。これは2、または3分子の C6O6 が熱水中で紫外線放射の作用によって融合したものであると言われる。1940年代後半、 ウィリアム・ヘールは、ウィリアム・フレデリック・コッホのグリオキシリドの3両体で、あるトリキノイルは、糖尿病、関節炎、ポリオ、さらにはガンに対しても、治療効果を持つはずだと主張した。この主張に対する、実験的な裏付けはないが、トリキノイルは未だに代替医療の治療薬として、用いられることがある。ありがとうございます。